キュメンタリー。こんにちは、みほです。今日は街に出て友達とランチをしました。私が選んだメニューはチキンカレーです。お米は10穀米にしました。家にいるときはなんとなく糖質制限をしているんですけれども、外に出て友達とご飯を食べるときは気にせずもりもり食べます。昨日急に明日ランチをしようっていうことで集まったメンバーなんですけれども、こうやってスケジュールが空いていたらパッと集まれるのがとってもありがたいです。家で一人でいるときは会話をすることがないので、定期的にこうやって笑いながら話すことができるっていうのは大事なことだなと思いました。ランチの後、友達のプレゼントを買う予定があって探したんですけれども、人のプレゼントを探すっていうのはなかなか迷いました。迷いましたが、1時間ぐらいかかってこれだっていうのをバチッと見つけることができ、ちょっと歩き疲れたねってことでカフェに入りました。カフェで楽しくおしゃべりをした後、帰りにスーパーでスイカを見つけたので買いました。今年初スイカです。じゃあ今日はこの辺で。バイバイ。